ドラマ、コウノドリに出演の綾野剛は、演技派で典型的な塩顔でもあることから、女性からは大人げの俳優です。そんな綾野剛に彼女はいるのか気になるところですね。過去の彼女をまとめてみました。彼女その1、戸田恵梨香。戸田恵梨香と綾野剛の熱愛が発覚したのは2010年の夏頃、大阪方面の新幹線の中で一緒にいるところをフライデーにスクープされたが、その後、破局、蜷川美花が綾野剛に一目惚れをして映画のキャストに抜擢、撮影中も蜷川美花と綾野剛は一緒にいる時間長くかなりべったりだったという話もあります。戸田恵梨香との破局の原因は蜷川美花にあるとも言われています。沢尻エリカとは映画の中で濃厚なラブシーンがあり、その場面を見た戸田恵梨香は不機嫌だったという。彼女その2、橋本愛。綾野剛は、あまちゃん、で、足立結衣役を演じる橋本愛のデート現場がキャッチされた。東京渋谷にあるおしゃれなカフェ。この店を訪れたのは、綾野剛と黒縁メガネにマスクで変装した若い女の子だった。この女の子こそが14歳年下の橋本愛だった。両方の事務所は交際を否定していますが、目撃情報ではラブラブのカップルに見えたとか、真相はどうなのでしょうか。彼女その3、鳴海莉子。意外すぎる年下女優鳴海莉子とデートしていたとの情報が浮上。芸能関係者によると東京新宿で親密な雰囲気を漂わせながら映画鑑賞していたという。この歴代彼女たちとはすでに別れています。では、今の彼女は誰なのか気になるところですね。噂では、戸田恵梨香との復縁作戦を実行なからしいです。いろんな女性との噂が絶えない綾野剛ですが、演技派の俳優だけにドラマや映画に頑張ってほしいですね。